日本時間の5月1日、サントリーは世界的なスピリッツメーカーであるビーム社の発行株式、全発行株式を1株当たり 83.5 ドル、総額1兆6000億で取得をいたしまして、その取得が完了をいたしました。Through categories such as cognac and scotch, where again we have good representation. In India, as I said, Teachers is the leading scotch in that market and is a great platform for future growth in other areas, particularly bourbon and I think in the long term Japanese whiskey. これをさらに成長させていく。まずは1兆円の壁を乗り越えられる。そして同時に、今、ビーム社で非常に芸術の高い会社でありますけども、ビームさんのそれを受け継いで、芸術の高い。そして、早く借金を返して、そして新たな M&A にも挑戦できる体制を作っていきたいというふうに感じておりますし、そうしたことが可能であるというふうに楽しみにしていると思います。サントリーのスピリッツも統合させるということが、私はサントリーの21世紀、世界で生き残っていく最後で唯一のチャンスだと思いますので、変えるためにはいくら出せばいいんだという発想で、今回は毎週を行いました。ですから、非常にある意味では高い機会もかもしれませんけども、私はこれは、決してそんなに20年、30年のサントリーの今後というものを1億6000億で買ったというか、決して高い機会ではないというふうに確信しました。やつめなはれ